横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズのゲームを。バッターボックスにはバレンティンが入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも初球打ち、ヒットになった。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。ベイスターズなおも三塁一塁のチャンスです。まあさすがというところですよね。バッターボックス中島、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。変化球が低めに外れます。入れてきました。ワンボールツーストライク、打ちました。三塁線ライン際フェアになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。さて小宮山さんならこのバッターどう攻略しますか。ここは基本であるアウトコース中心のピッチングでいいと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。ファーストが取る、これで3アウト、試合終了になります。 DeNA ベイスターズ打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ち